出発するぜ。時間は4時回りました。5時ジャストの新、電車乗らないとダメなんで、新幹線じゃねえや、在来線です。さあ、いいホテルだったよね。ただだっけね、株主優待券で。参ります。はい、カメラ、え、この中でウェルカムドリンクサービス、あ、9時までね。1階でございます。ウェルカムドリンク使えねえんだ。おう、なんだ、いいじゃんね、最高。とてもいいホテルでした。やっぱ株主優待券で、あれ、あ、いいのかな。 では駅へ変えます。残念、駅はねこっちだ。駅へ向かいます。まだ真っ暗、星はねうっすら、夜のホテルなんでね。帰ろう。どっち行ったら、ちょうどね2つ通りがあるんだよね、の真ん中の通り。なんか生あったけえな今日な、生あったかい。残念、ウェルカムコーヒーが9時までだったか。何杯か持って往復すればよかったな。夜の博多の街です。夜だって早朝というかね、4時、午前4時、計算が甘かったぜ。朝ねウェルカムコーヒーを飲んでから出かけようと思ったんだけど、それはダメでした。あ、王将やってないですね。今日これからの予定としては、このまま電車に乗り続けて勉強をする。そして、あ、大丈夫かな、寝ちゃってて。そして、あ、博多駅ここだ、まっすぐで、あれです、広島駅に到着してお好み焼きを食べる。で、8章で食べたいけど、駅ビルの中にあるレイちゃんかな。レイちゃんっていうお好み焼き屋さんがですね、女性の名前。これね、戦争で旦那さんを亡くした女性が自立する話なんですね。だからお好み焼き、広島ってやっぱりね、原爆が落ちて、ね、軍の都、軍都と呼ばれたんですね、広島ね。男はみんな死んじゃってね、で女性だけで生き延びるというのね、悲しい歴史があるんですね。だから広島のお好み焼き屋さんはだいたいね、女性の名前がついてるんですね。もう全然早いかな、30分ぐらい待たされるかもしれない。出発するの早かった、まあいっか。駅のベンチで待ちましょうかね、始発列車でね。で、始発はちょうど5時1分発だそうです。現在4時10分、あと50分ある、ね、これで昼間だったらそう眺めることができる場所があるんでしょうけど、
こんな時間じゃないですね。もう30分ほどゆっくりできたかもしれない。博多駅、向こう側に渡るにはどうしたらいいんだ。あそこに横断歩道がある。なんかね、すごい工事やってますね。車はみんなタクシーだ。シェアオフィス、あ、こういうね、シェアオフィス、図書館みたいな空間が今流行ってますよね。はい、長距離のトラックかタクシーぐらいしか動いてないですね。あ、ちょうど青になった。渡っていっちゃいましょう。博多です。では青春18切符で在来線に乗って広島を目指します。これでもう元取っちゃうよね。岡山からね、博多まで7500円でしたので、あともう5000円乗れば元取っちゃいます。始発を待つ人たち、そこね、イベントあるんですけどね、この時間来るとレッカー車来てんだね。なんか釣り上げるんだ。この時間に来るとレッカー車動いてます。駅入っちゃおう。駅は2階だったような気がするな。あれ、入れないかな。入れなさそうだ。え、あ、鍵閉まってる。マジ？ JR って書いてあるよ。何？何これ、こういうこと起こり得るんだ。どうもみんな座ってておかしいんだぞ。何、何時から入れるんだこれ。閉鎖。あ、明るくなった。本当は夜中終電時間帯閉めちゃうのね。コンコースを閉めちゃう。で、すげえな。多分今開けにくいな。現在4時43分。45分やから来たな。なかなか開けてくれない。結構ね、待っちゃってるよ。始発電車が5時1分なんで、もうしょうがないかな。やっぱりね、治安が悪いからしょうがないかもしれないね。開けてくれない。あ、開ける。おいたいた。
あ、いたいた。あ、いた。さあ、行こう。あ、涼しい。博多駅です。3番線乗り場ね。まあ、時間はね、全然余裕がある。ただ、ずっと立ち尽くして疲れた。JR 線ね、綺麗だな。誰もいない。博多駅。じゃあ青春18切符で広島に向かいます。18切符2日目押してまいりました。おお、これは神がかってますね。お、どんどん行ってるね。さあ3番線ホームに上がりましょう。もう事故行き、これだな。